豪体の釣り合い。皆さんこんにちは。マギーのワクワク物理&、今回は豪体の釣り合いということで、ちょっとまあ夜部屋の掃除してたら昔使ってたなんか筆ペンが出てきたんで、なんかついついこうお絵描きしてたら楽しくなっちゃって豪体の釣り合いね、豪体っぽいタイトルを書いてました。なかなかね、このあっていう字が綺麗に書けないですよね。あって難しいですよね。あ、これなかなか納得いく。まあこんなだったら これですかね。はい、というわけで何だろう、五体の釣り合いやっていきたいと思います。ちょっとあの風邪が残ってて咳をしちゃうかもしれないんですけど、ちょっと許してください。はい、はい、合体と、なんかすごい字ですよね。なんかゴリキーさんみたいな感じでね。合体、今まで扱ってきたのはっていうか、まあちょっとまああっちこっち行ってるんで合体じゃないのも扱ってるんですけど、質点とまあ比較して、まあ質点から発展してと、今までは、質量だけを考えてましたよと、物の質量だけを考えてみました。質点点点質点と点からさらに、合体にちょっと考え範囲を広げてみようと。じゃあ合体ってのは質点とどう違うかな。まず大きさを持つっていうのがある。あとは変形しないと、ということで大きさを持つ、大きさを持つっていうのは、例えば別の言い方をすると形があるとか、形がある、ちょっと今言ってなかったですね。形がある。あと質量の分布がある。一点じゃない、まあそうですよね、質点じゃないんだから、質量の分布と、まあ、質量というか、まあ密度の分布、そんな感じ。あとはまあ重心はでもありますよと。なんで重心を求めてあげれば、今までのように重心、重力は全て重心から、一本の線っていうか一つの力で表せますねと。それはまああるんで、ぜひ使っていきたいし、なんだろう、モーメントの問題だけじゃ、モーメントの問題を解く、力のモーメントの問題を解く問題でも、もちろん重心から、重力を書くし、あとはそもそも重心自体を求めなさいっていう問題もまああったりするかなと思います。あとは、あれですね、回転しますよと。質点っていうのはそもそも点なんで、点の回転は、まあ、は考えないと。だけど、まあ、例えばこれ、この状態とこの状態っていうのは違うから、こういう回転っていうのは、なんでしょう、ありますよねと。はありますよね。回転っていうのはありますと。あと、まあ、変形しないと、変形。変形まで考えちゃうと大変なんですよね、いろいろと。なんで、まあ、そこは変形しないものとしようよと。変形しないと、仮定することで、例えばこの、次に出てくる、あ、次じゃないかな、作用線、力の、作用線が、一致して力の大きさがどうのこうの、そういう話が出てきた時に、まあそれは一つすごく、便利なところなので、そういうところは使いやすいし、まあ、あとは力を加えた時に動かない、どうも変、例えば何だろうな、床の上に物が乗ってますと。こう変形してて、力はかかってて、力をかけてるけど弾性エネルギーとして蓄えられてる、そういうなんかな内部を考えたりするのもなかなか、まあちょっと面倒くさかったりするかもねと。まあね、なんだろうな、弾性エネルギーとかは考えないよねーと。そこちょっと言い過ぎか、やめとこう。はい、こんな感じで、ってことで合体を見ていきたいと思います。すいません、ゲップしちゃいました。合体の釣り合い、まず2力、まあそうですね、まあ釣り合いを見ていきたいんで、力一つじゃダメですね。じゃあまあとりあえず一番簡単な場合ということで、2力の釣り合いどうやって考えたらいいかなと。作用線がまず一致しなきゃいけないですよと。あと大きさは等しくないなきゃいけないですよと。で向きは、逆向きじゃないとダメですよと。で、
今質店の釣り合いから増えたところっていうのはこれですよね。作用線が1と。作用線って何ですかっていうことですね。まあとりあえず、釣り合わせてみましょうか。まず、まあ1個目の力は適当にわーっとどこでもいいですから、まあこういう力をまあかけました。で、作用線っていうのはこの力が働いているこの、作用点を通って力に平行なこういう線のこと。もう伸ばしておきましょうか。これが作用線と。じゃああとこれと釣り合う力を書くとすれば、この作用線上にあって作用線の方向を向いていなきゃいけないと。でしかもこっちと逆向きなんで、あっちを向いていなきゃいけない。そういう力を書けばいいと。なんでまあ書く場所はどこでもいいですね。この3つの条件だけだったら、ここから始めてもいいし、ここから始めてもいいし、まあこの辺にしておきましょうか。ここからこれとは逆向きに、どのぐらいですか、同じ大きさで逆向きのこういう力が働けば、この合体は釣り合いますよ。釣り合いますっていうのはこのまま固定されて動かないってことですね。で、まあなんでこれはもうどこに動かしてもいいですね。ここからここまでの間ならね。もちろんこの合体の外だと合体に力ね働かせられないって言ってるとちょっとあれですけど、まあ、とりあえず合体の内部であればとりあえず今は OK だねと。はい、でなんだっけな、次いいのか、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、で今ので分かったと思うんですけど、この力と例えば今ここに書きますけど、この力っていうのは与える影響は今一緒だったねと。で、ここで一つ、大事なポイントになるのが、作用線。が一致するような移動をしても、固定されているものは固定するし、回るものは回るし、それちょっと言い過ぎか。作用線が一致するような移動をしても、影響は変わりませんよと。合体に与える影響は変わりませんよと。そういうことが一つ言えると。作用線が一致するような移動っていうのは OK ですよと。これをこれに移動する。ただこれを例えばこういうところに移動するっていうのはアウトだねと。そういうことですね。で、何だいなと。はい。次、じゃあ3体力、3体力じゃない。3つの力の釣り合いを考えてみたいと思います。3つの力。とりあえず、3つの力なんですけど、2つはもう書いておきましたと。で、じゃあ3つの力の釣り合いを考えるにはどうしたらいいかなと。まず今まあどれでも3つのうちどれでもいいんですけど、2つを1つに合成しちゃおうと。合成しちゃうじゃなくて合成するか、合成すると。じゃあ合成するときにどうやって合成するんだよと。こいつの作用点ここで、こいつの作用点ここじゃん。いや、まあ移動しちゃえば影響は、与える影響は一緒なんで、移動しちゃえばいいねと。じゃあどこに移動したら2つの作用点を一致させられるかしらってのをまず見つけるってことですね。作用線をまあ2本とも伸ばしてあげて、作用線を伸ばしてほしいですね。作用線は作用線なんだ。伸ばしてあげて、ここですね。ここで2つ作用線。すいません、ここでなら作用点を一致した力にできるよと。なんで、この力はこういう力と一緒ですねと。この力は、こういう力と一緒ですねと。どう、大丈夫ですかね。はい、ちょっとここ元の、作用点と重なっちゃって、ちょっと意味が分かりにくいんですけど、結局黒い力は赤い線に移動できますよと。じゃあこの2つの力は、作用点が一致しているから合成できるよねと。まあ質電の場合は作用点の一致とかクソもなく
合成できたんですけど、はい、今合体の場合には作用点を一致させないと合成はできないよと、はい、というわけで合成してあげましょうと、ドン、青にしとこうか、こうなりますね。合成は大丈夫ですよね。平行四辺形を書いてあげて、これこういう平行四辺形になりますね。うん、でこれ一つに合成したのがこれ青色と、はい、すみません見にくいですね。でこういうふうにこういうふうに合成できました。じゃあこれと釣り合う力を考えるのは簡単だよね。さっきの問題と一緒、この青い力作用線を書いてあげてまあどこでもいいから、まあこれと同じ長さの力を、ちょい待ち、どこから始めるここか、これと長さが等しく向きが逆向き、作用線が一致するようなこういう力を加えてあげれば、この黒と青は釣り合いますねと。黒と青によってこの合体は釣り合いますねと。ということは黒と赤と赤が働けば釣り合います。もっと言えば最初の黒2つとこいつで釣り合いますねっていうことになります。でここで力が3つの時には1つ重要な黒と黒と黒の作用線が1点で一致すると、三力の作用線これが、一致しますねと、すいません、一致しますじゃなくて一点で交わります、一点で交わる、これが釣り合う条件。まずじゃあ釣り合ってれば何でもいいのかって言ったら、当然力の大きさも、まあ一定の条件を満たしてなきゃダメで、これは普通に質点に、三力が加わった時に釣り合う条件と一緒で F1、F2、F3 外力3つを足したら0になりました、和が0になりましたっていう条件、この2つの条件で三力は釣り合いますよっていうふうに言い換えることができるよろしいでしょうか。はい、じゃあこの後はもどう言えばいいか、力が4つになったらどうなんですか、なんですけど、まあ基本的には釣り合うかどうかっていうのを考えるときにはどんどん合成をしていけばそれでいいですね。はい、ただ四力の場合には作用線が一致するとは限らないと。例えば今赤い力で考えるときに今この今釣り合ってるこの黒い力を2つに分解、例えば適当にしてあげてこういう力とこういう力に分解してあげると、そうするとこの作用線はこっち、この作用線はこっちで、全然、この作用線、この作用線、というか、ここを取んないですよね。この作用線と、この作用線も。なので、4力の時にはもう、この、1点で交わるとか、そういうのは使えない。はい。なんで、まあ、ここはあくまで3つの力の時ですよ、っていうことは、はい。お忘れなくと。はい、じゃあ、ね、モーメント。力のモーメント。力のモーメント、モーメントって何なのよなんかついて、モーメントって、力のモーメントのことモーメントって言っちゃいがちなんですけど、モーメントっていうのはそもそも、力のモーメント以外も含めて、まあ、モーメントってものがあると。何かっていうと1ベクトル、R ベクトルと物理量ベクトル、これは何でもいいです。今回の場合には力なんですよね、 F なんですよね。だから何でもいいんですけど、物理量ベクトル A ベクトルとの外積で、まあ R ベクトル、F ベクトルで外積と。内積、外積、大丈夫ですかね。内積はこの黒丸。外積はこの、ペケですね。で、外積は一応やってない人のために一応説明していきましょう。外積っていうのはこういうふうに書きますよと。A ベクトルと B ベクトルの外積。方向は、今ここに、
A ベクトルと B ベクトル書いてみました。ちょっとイメージできますかね。3次元、こっち向きの力と、こっち向きとかって見えないのか。こっち、こっち向き。こっち、平面に見えちゃうね。手前に、じゃあ手前向きの方向と、右向きの方向、上向きの方向を考えてるよと。今、A ベクトルと B ベクトルの外積を考えるときには、外積っていうのは、A ベクトル、B ベクトル、B ベクトル、A ベクトル、入れ替わったときに、違うものになっちゃうんで、これ順番が大事ですね。最初にある方。最初にある方から、次にある方に、右ネジ、A ベクトルから B ベクトルの向きへ、右ネジを回すと。その時に進む方向が、この外積、AB、A と B の外積の、向きですよと。だから今だと C の方向。で、大きさは AB サインシータ。シータっていうのは A と B のこの間の角度。なす角でいいですかね。で、ここまあ、すいません。なす角って言っちゃうとなんかこう、どう言えばいいですかね。人間が、こう決めなきゃいけない。なんかもっと自動的に決めたいじゃない。180度以下。まあそれでもいいんですけど。例えば逆向きに取ったとした、すると、いいですか。こっちの向きに取ったとすると、どうですかね。回す方向がこう、じゃあ、何見ていいのか。今、こうだ。B ベクトル、A ベクトルの外積を考えたいと。B ベクトル、ベクトルの外積ってのは、こういう向きですよね。こういう向き。なんで、こういう風に行くと。下向きになる。これさっきの C ベクトルとは逆向きになるよと。これはだから、これ、B ベクトルかける、これは C ベクトルと、まあ、平行なんだけど逆向き。あ、逆向きが表現できないや。逆向きになるよと。で、今、あ、それか。で、あとは一応、A ベクトルと B ベクトルの外積っていうのは、A ベクトルにも垂直、B ベクトルにも垂直になります。なので、これ、方線ベクトルになってると。はい。あとは、まあ、一応、なんでしょう。座標で表示したとき、座標表示、ベクトル座標表示したときの、外積ってのはどういうふうに書けるか。A ベクトルは AXAYAZ と。B ベクトルは BXBYBZ。こういうふうに書いたときに、その外積の X 成分は YZ。A の YZ 引く、この ZY。AYBZ。AYBZ。こう斜めですね。引く AZBY になっていると。じゃあ次はっていうと、1個ずらしてあげて、Y から、Y の時には、ZX。で、AXZ。AXZ。あ、BZ。っていうふうに、これがまあ、順番にこの XYZ、XYZ の順番に変わっていってるんで、1個目かければまあ、順番に書いてあげれば、Y 成分、Z 成分は求まると。あ、座標表示、さっき言っちゃったのこいつ、成分表示。ベクトルを成分表示で書くと、外積ってのはこういう風に書きます。まあ、ここはあんまりまだやってない人っていうか、実際にはこれで計算することはあまり、っていうかないですね。ないんで、やってない人は、とりあえず、素通してください。で、次、じゃあ、力のモメントっていうのを見てみましょうと。力のモメント、今さっきの、このある物理量っていうのが、F、力の場合ですよと。で、力のモーメント、なんだい。よく、別の言い方で使うのはトルク。皆さん、ちっちゃい時にミニ四駆やりましたかね。僕はやってません。周りがみんなミニ四駆やってたんですよね。僕の兄ちゃんもミニ四駆やってて。僕の幼なじみ、同級生の子なんですけど、もミニ四駆やってて。なんかいつの間にか、兄ちゃんとこう、ね、その友達が仲良くなっちゃって。
僕は一人でこうね BB 戦士で遊んでるみたいなそんな感じだったんですけど、あーまあ関係ない、トルクチューンモーター、トルクチューンモーター、なんかすごそうな名前のモーター、なんかちょっと普通についてるモーターじゃなくて、あのわざわざなんか600円とか出して買ってくるいいモーターみたいなやつですね。でそこでまあトルクって言葉出てきたなっていう、まあ、それだけなんですけど、トルクってのは何かっていうと、まあ、結局力のモーメントのことで、これが大事なのは、一般的にこう回る工具とか、例えば何がいいかな、あの電動ドライバー、電動ドライバー、あれってのはというのもあれでいいか、缶詰を開けるときになんかこういう缶詰じゃないや、 何言ってんだ、瓶の蓋、瓶の蓋を開けるときに、なんだろう、あ、なんか開かないやってときに、こういうなんかこういうなんかこういうのが売ってて、こうはめて開けると開きやすいみたいなの、わかりますか？あ、てかテコの原理でいいのか、テコの原理。あ、でもなんかモーメントの説明するのにもうテコの原理使っちゃうって、なんかもうなんていうんですかね、こうどっちが先なんだよみたいな話になっちゃうんですけど、釘を抜くときに、ここで抜くときとここで抜くとき、必要な力の大きさ違いますよね。なので例えばこの電動ドライバーの性能はここで書けばす、でもいきます、すごく小さな力しか出ませんなんですけど、ここで使えば釘は抜けちゃうんですよね。だけどここで使えば釘は抜けないと、ちっちゃすぎて、あ、何言ってるかちょっと伝わりにくいかな。なんでこのR をかけたもので、その性質を測んなきゃいけないよと。今ちょっと伝わりにくいですね。何かいい例えがないかな。ちょっと思い浮かばないんで、放置します。なんで、力のも、も、んと、なんでっていうのおかしいですね。力のモーメントは実際にちょっと見てってね、それでまあ分かればいいなっていう。はい、力のモーメント、今さっき、外積、あやこうやって、こうやって求められますよと。やったんですけど、実際にまあちょっと、これを見ながら。方向はっていうと、R ベクトルから F ベクトル。まあこれ視点揃えなきゃダメなんで、R から F に右ネジを回す方向。なんで、この画面向かって、向こう側。こういう向き。いいですか？向こう側はこういうマーク書きますね。こっち側は、飛び出してくる側はこういうマーク書きますよね。あれだったよね。中学校の時に、磁力線書くときに。磁力線？うん。書くときに、こういうの使いましたよね。磁束か。あ、違うか。電流の向きって書いたのか。失礼しました。で、まあ、向きは今こっちですよと、向こうに向く方向ですよと。じゃあ大きさはって言われたら、今ここがシータだとすれば、F、 失礼しました、RF サインシータと、大きさは RF サインシータですよと。でこれちょっとじゃあ見方変えてみようよと。RF サインシータ。これ順番変えて、R サインシータに F がかかったものと見てもいいよねと。R サインシータってのは今どこかなってことなんですけど。今この長さ、これが R サインシータになってる。今これシータ、ここが180マイナスシータなんですけど、サインの値っていうのはサインシータと、180とか使っちゃった、サインパイ引くシータと
等しいですよね。なんでまあこれはまあサインシータと一緒ですね。なんでここは R サインシータですよと。R サインシータ。いいですかね。はい。なので、今、これとこれの掛け算と見ることもできるよね。つまりこれは何を言いたいかっていうと、原点から作用線まで、作用線までの距離っていうことになりますね。いいですか。まあ、これを腕の長さって言ったりしますね。作用線までの距離と、力をかけたものと見ることができるよと。まあ、これ細かい話なんですけど、これが例えばシータが A 角の時にどうなるかとか、まあ、細かい話なんで結局同じ結果になりますね。それは確かめたい人は確かめてください。まあ、ここでも、じゃあさっきのあれを考えると、結局この作用線上にある力は変わんないなっていうのはことも一致するところでもある。こういう力があった時も結局 R サインシータとこの、F を同じ大きさの F をかけることになるから、モーメントの値は一緒だよねと。モーメントの値とか言っちゃってまあいいや、向きはね今決まってるとして、はい、そんだけか。というわけで、この、力のモーメントを今、まあ使ったら、じゃあ釣り合いはじゃあどういうふうにかけるのかなっていうと、こういうふうにかけますよと。まずこれ一つ目は、質点の時と一緒ですね。これは質点と一緒、質と一緒、違う、質点と一緒、力、すべての力が釣り合っています。まあね、シグマスターの皆さんはこうですね、FI イコール0と、はい、でこれはさっき何の断りもなく M って書いちゃったんですけど、これはモーメントと MI イコール RI FI の外積と、まあ、これもじゃあシグマスターの皆さん向けに書いておくと MI と A イコール0と、はい、この2つの条件ですよと。はい、じゃあこの、上の条件だけだとじゃあダメなんですかと、2じゃダメなんですか。上の条件だけだとこういう力がありますよねと。向き、まあ、今円盤を考えて、向きは逆向きだけど大きさも等しくて、向きも逆向きだけど作用線が一致してない。もっと言えばモーメントが0じゃないっていう、こういう力。これだとこれこういう風に回転しちゃいますよね。なんかこう RA みたいな感じ、でまあ特にこういう力、同じ大きさで逆向きで、作用線、同じ向きで、違う、何言ってんだ、同じ大きさで向きが逆向きだけど作用線が一致しないような力、これ偶力っていう言葉、こういう2つの力を偶力っていうと。これもちょっと覚えておいてください。こういう状況があるんで、これは、まあ、決して静止してるとは言えないと、回ってんじゃんと。でまあ合体の釣りにはこの2番目の条件が必要になりますねと。あ、ですみません、この時に原点を取る、今このモーメントの値っていうのはこの R が返ってくるんで、これ原点によりますよね。 O をどこに取るか、原点をどこに取るかによると。これ今ここに取ってますけど、これは実はどこで取っても成り立たないといけない。うん、もっと言えば、釣り合う時にはどこで取ってもゼロになるよと。なんで、まあ、というよりも考え、釣り合いを考える時には、釣り合いを考える時にはなるべく、考えやすい点で考えてあげれば、それで釣り合っていることは証明できるよってこと。でどういう点を取れば賢いかなっていうことなんですけど、例えば重心を取るっていうのはこれ、
まあ重心ってなんかすごい特別な点ですからね。まあ特別な点ちょっとあれか言い過ぎた。あくまで何かの力が働いている作用点ではありますよね。これを考えてあげることで、この力ある、その力が働いている作用点を一つ、の一つを選んであげれば、その力っていうのは、腕の長さがゼロになるんで、このこいつのモーメントは考えなくて済むと。そういう利点がありますね。例えばじゃあめっちゃここにこういろんな力がかかってて、ここにこういう力がかかってて、ここだと意味ないか、てかこれだと意味ないか、ちょっと斜めにしておきましょう。こんな感じを考えない、考えてあげたい。今ここのモーメントを考えたら、ここの周り、ここ原点にした、原点周りのモーメントを考えてあげれば、重心周りのモーメントか考えてあげれば、この力もこの力も考えなくて、この一つだけになると。モーメントなんか4つ足して0になって、力も4つ足して0になって解かなきゃダメなのが、こっちはまあ一つだけになる。一つだけだったら0にはならないですね。2つだけになると。はい、2つになる、なんないじゃん。もうこんな感じ。はい、これとこれのモーメントが、打ち消しちゃってれば、この3つはなんか何しててもいいですよってことになると。はい、まあただ こっちには生きていきますんで、そこは忘れずにってことですね。はい、すいません。まあ30分になったんで、ちょっと一回ここで一回切りたいと思うんですが、一回だけちょっと待って、見直していきましょう。まずね、この素晴らしいショーですね。見て、ここ一番のお気に入りは実はこの台なんですよね。この台、これ良くないですか。はいはい、まあここはですね、なんかちょっと合体の、定義について一応見とこうと。今特にモーメントでは回転ってところを考えますよと。合体の釣り合い、増える条件っていうのは作用線が一致しなきゃダメっていう、こいつ二力ですね。でもっと言えば、作用線が一致するような、作用線が同じで大きさも同じで、まあ当然向きも同じで、そういうような力っていうのは、同じものっても言っちゃってもいいですね。影響が同じなんで同じ力です。もうなんで勝手に動かしちゃってくださいってこともありますね。でそんなこんなで、3力の釣り合いを考えるんですけど、まあ4力の釣り合い、5力の釣り合い、うん、2つを1つに、合成していくと。合成していって結局2つの力にまとめられるよね。もっと言えば3力の時にも、釣り合う条件が1つ、こういうちょっと分かりやすいのが図形的に見るとあると。三力の作用線が、これもともとこれですね、黒と黒、これの作用線がここで一致してるねと。あとはじゃあこれとこれとこれを、ただ単に、大きさを、大きさじゃない、ベクトル和を取ってゼロになってれば、それでもうこの物体は釣り合いますよって言えちゃうと。うん、はい、じゃあまあ外積っていうのはこんなのがありましたと。はいはいはい。でモーメントモーメントっていうのは、まあ結局この作用線までの距離と力の大きさの積になってる。おっとおっと、大事なことです。でもしこういう力が働いてたら、ここから見てどういう回転をさせようとするか。これは今こっち向きなんで、こういう回転をさせようとする。逆に例えばこういう力が、今ここでこういう力が働いてたとすれば、腕ここを中心にこういう回転をさせようと、ここを中心にちょっと言い過ぎましたね、ここから見てこういう回転をするような動きになる。例えばもうちょっとやって考えてみましょうか。こういう力だったらこっちに、こっち向きと、そんな感じですね。で、合体の釣り合いっていうのは、力の和がゼロになりますよと。あとはモーメントの和がゼロになります。そうすれば合体は釣り合ってますねってことが言える。でまあじゃあ次回は、まあちょっと重心をね本当はここまで行きたかったんですけどね、ここで終わるって言っちゃったから終わります。重心とかいろんな、ものの重心を求めていって、あとはよくあるこう棒を立てかけた時に滑るとか滑んないとか、そういう話。あとはもう一つがこうブロック、立方体、まあ今平面なんで四角っぽい、こういう長方形があった時に、これが静止する時、滑る時、
滑んないけど転がるとき、これをちょっと考えていこう、そういう問題をやっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。